どうもおはようございます。中野敦史です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初は今日の動画について話したいと思います。この後に最終確認をして、そして最終確認をし終えた感想について述べて、それで明日のロト6の意気込み動画を撮りたいと思います。あともう一本撮れたら撮るけど、ちょっと今日は用事があるから、撮れるかちょっとわからないです。今日のメイン動画はやっぱりロト6の数字の最終確認かな、一応今日で最後になるから見ていただきたいです。だいたい30分から40分ぐらいかな、いつもと同じぐらい、来週からしばらくロト6予想は休むんで、まあその理由は昨日も言ったけど、体力ものすっごい使うから、まあ体調面も考えて来週からしばらく休むことにします。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。